こんにちは、田中律子です。今日は、沖縄の今が旬ゴーヤを使ったレシピご紹介します。さあ今日はゴーヤです。まあ、ゴーヤっていうとね、多分ゴーヤチャンプルーってみんなレシピを想像すると思うんだけど、今日はゴーヤチャンプルーではなくてゴーヤの唐揚げ、ゴーヤをちょっとね、あの油を薄くひいてカリカリに揚げたちょっとゴーヤチップス的なものを作りたいと思います。ゴーヤってなんかね、あの普通のゴーヤ結構苦いでしょ。今日私が使うこれはアバシーゴーヤ、アバシーというゴーヤがあって、普通のゴーヤよりもちょっとこうぷっくりしてます。やばい、私の服の色とかぶってあんま見えにくい、こんな感じね。ちょっと太いのわかるかな。普通のゴーヤもちょっと細いんだけど、これは、普通のゴーヤよりも、苦味が少し少ないです。沖縄の人は苦くないって言うけど、まあこれはこれで、まあ苦いです。さあじゃあ早速これをまずは縦に半分に切りたいと思います。あ、下手取ろうね。上と下をちょっと落として半分に切ります。中に種があるからね、ちょっと切りにくいかもしれない。あー、もう熟してる。見て、種が赤くなっちゃった。完熟なのかな。私もこんな赤くなってるの初めて見た。で、この種とかこの綿、この白いところわかるかな。このふわふわしてるところが苦いので、これをしっかりとこそげ落とします。スプーンで落としましょう。これ大丈夫なのかな。まあいいか。お中身をしっかりとスプーンでこそぎ落とします。こんなに熟すのをやってちょっとびっくりなんだけど。している種が赤くなっているゴーヤ初めてなんですけど、このゴーヤは、隣のおじいがですね持ってきてくれました。私がお家にいるといつもピンポーンってして、ねえねえゴーヤいるかって持ってきてくれます。さあこのゴーヤをですねこんな感じで綿をくり抜きます。中をきれいにね、種と綿を取ります。そしてこれを切っていきます。まあ、だいたい1センチぐらいかな、1センチ弱ぐらい。旬だからね。しっかりとゴーヤを切って、このぐらいの厚さかな、これぐらいに切ります。で、これをビニール袋に入れていきます。スライスした1本分のゴーヤをスライスしたらビニール袋に入れます。で、どうしても苦いのが嫌いな人は、ちょっと塩もみして上から熱湯をわーっとかけると、苦味が少し緩和されます。で、ビニール袋に入れたらここにお醤油大さじ1杯そしてお酒大さじ1杯そして、チューブでいいです。ニンニクと生姜、だいたいこれが1センチぐらいね、もっとあるか、2センチぐらい出しちゃった。
お好きなだけ入れてください。これを袋の中のゴーヤと合わせて、シャカシャカ、もみもみ。味をなじませます。おいしくなれ、おいしくなれ。で、混ざったら少し、10分ぐらいね、このまま味をなじませます。10分間味をつけておきます。もう一品作っちゃおうか。もう一つゴーヤがあります。これも網走ゴーヤ。これも半分に切って、さっきと同じように切ります。こっちもこっちも熟してます。すごいな、網走ゴーヤってこんな種なのかな。さあ、綿と種を取ります。種を取ったらまたスライスしましょう。これちょっと薄めでもいいです。さっきの揚げるのはね、ちょっと1センチぐらいだったけど、こっちは少し薄めにスライスします。特に苦いのが苦手な人は薄めに。さあ、スライスできました。さっきのよりも若干薄いです。このぐらい、結構薄いね、このぐらいにして、ザルに置いておきましょう。で、これも一緒で、どうしてもゴーヤの苦味が無理っていう人は塩もみをしてください。苦いのが好きな人はこのままでいいと思います。さあ、ザルに置いておきます。じゃあもうちょっと置いておこうね。さあ、では10分つかりました。今度は、片栗粉と合わせます。違うビニール用意してそこに入れていきましょう。使ったこのゴーヤーズたちを違うビニール袋に入れます。じゃんじゃん。今度はこっちで片栗粉を混ぜます。しっかりとこの後合わせます。さあ、今夜のつまみです。ビールに合うよ。よし、しっかりと片栗粉まぶしたら、さあ、フライパンで油を少し入れて揚げていきます。さあ、では揚げていきましょう。油はちょっとでいいです。あ、なくなってしまいました。足油、そこちょっとだけね、このぐらいかな。よし、さあ、ではゴーヤを入れていくよ。ジュって言うかな、言わないかな。あんまりいっぱい入れすぎないように。あ、まだジュって言わない。気をつけて、怖いよ。揚げ物嫌いだよ。カリッとするまで。
感じな色になってきました。じゃ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 。さあカリッとするまで裏も、さあいい感じ、ちょっと音がカリカリになってきました。いい塩梅です。一回止めます。上がりました。結構このぐらいカリッとサクサク感があるぐらい、揚げた方が美味しいです。器に盛ろう。ゴーヤチップスの完成です。おいしい。さあではもう一品、ゴーヤのレシピ作りたいと思います。さっき細切りにしておいたゴーヤを使います。まず、フライパンにごま油を入れてください。使うのはゴーヤ薄くスライスしたやつを1本、そして、炒めるときに使うごま油、あとはお醤油大さじ1杯と、あとはお砂糖、私は黒砂糖を使ってます。黒砂糖をちょっと多めに大さじ2杯ぐらい使っちゃいます。甘いのが嫌な人は大さじ1杯にしてください。とあと最後にかける鰹節、花がつおたっぷりかけてください。これ最後ね、使う材料はこれだけです。めっちゃ簡単。さあでは火をつけてフライパンにごま油をひいて温めていきます。そしたら薄くスライスしたゴーヤを入れます。ズン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 、ゴーヤを入れて炒めます。ちょっと早かったね。でゴーヤ、お醤油より先にお砂糖を入れてくださいね。炒めて炒めて、私は沖縄に住んでからゴーヤはほとんど買ってません。横のおじいや裏のおじいがゴーヤを持ってきてくれます。で、サラダ油じゃなくて、ごま油で炒めてください。香ばしくなります。火が通るとね、鮮やかなグリーンになってきます。そしていい感じに炒まってきたら、お砂糖、黒砂糖もしあったら使ってください。ゴーヤは結構水分が多いです。その水分と絡めるようにして、そしてお砂糖とゴーヤが絡まったらお醤油、
焦げないようにね、ちょっと弱火にします。香ばしい香り。じゃあ少しお醤油の水分を飛ばすようにして、ちょっと佃煮風になるからね、ご飯のお供にもいいし、ビールのあてにもなりやす。そして炒まったらここに花がつお、かつお節たっぷり入れます。そしてよく混ぜて完成。完成です。さあ、ゴーヤチップスと、そしてゴーヤと醤油の、ごま油炒めできました。お酒のあてに最高です。おつまみです。さあ、今日はゴーヤレシピ2種類ご紹介しました。ゴーヤはやっぱりね、夏の王様、お野菜の王様と言ってもいいぐらいのお野菜です。ね、太陽たっぷり浴びているので、ビタミン C もゴーヤの中にはたくさん入ってます。ビタミン C でしょう。それから食物繊維、カリウム、夏に食べるのには本当にぴったりのお野菜だと思います。で、抗酸化作用もたくさんあるので、食べることによって体の内側のサビを予防してくれます。ぜひ皆さんゴーヤー食べてみてください。これからたくさんね、スーパーの方にも並ぶと思います。今日紹介したこちらのレシピ、今日は、夜のつまみでこれを食べたいと思います。皆さんもぜひ作ってみてね。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。またね、バイバイ。